答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこれですね。知的な力っていうお話をしたいと思います。先日ですね、知的な力を育てるための4つの土台っていう話をしました。まあ、その中でも詳しく話をしているんですが、今日はですね、知的な力ってすごく幅広く考えてほしいっていうテーマでお話がしたいんですね。知的な力というとですね、文字が書けたりとか、言葉が得意とか、数が得意っていうようなイメージが多いんですが、実はこの社会性を育むとか、自分の中で工夫を凝らすっていうのも実は知的な言葉なんです。例えばどういうことか、5人でお友達がいます。でも道具は4つしかありません。さあ、どうやって仲良く年長さんたちが遊ぶのかとか、これもそうですね。鉛筆のみ、鉛筆しかありません。じゃあこの鉛筆でどう楽しく遊びますかとか、鉛筆っていうと例えば紙があって書くことが前提だと思うんですけども、その書くものすら今ここにはありません。でもそれを子どもたちに考えさせて、鉛筆なりの、もしかしたら鉛筆を積み木と見立てて何か新しい図形を作り上げるかもしれませんよね。それは分かりません。ただ本来使うものとは違うやり方をさせるとか、ちょっと友達とコミュニケーションをとって協力して何かを作り上げる、実はこれも知的な力なんです。これは数学を解くとか理科の問題を解く知性とは異なりますけれども、大きな意味で言うと知的な力が育っていくからいろんな知性も育んでいきますので、こういう工夫する遊びですね、お金も全くかかりません。ぜひ試してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。